こんにちは。こんにちは。J シャルの渡辺です。はいです。社長の小島です。ヒデです。阿部ちゃんです。5人揃って。J シャルです。J シャルです。はい。今回ですね、4人で車手でひっくり返していきたいと思います。倒せるのかという検証していきたいと思います。もっと刺さってる。なんでこういうだけでヘルメットですか今日。ツッコミ今日強めでいく感じですかこれ。ヒデに助っ人を頼んで倒していきたいと思います。欧米か。ゴーが。ちゃんと本気。よろしさん。よろしさん。はい。待ってな。整列おい、ちゃんと仕事しろよ。腹減ったんでダメです。はい、カツヤです、カツヤ。仕事してから言え。はい、次は安倍さんを加えて4人でやっていきたいと思います。3人で倒せねえのダセえな。俺来たらすぐ倒しやっから、一回1人やらせましょう。あ、1人やらせましょう。おお、いけんじゃね。いや、無理だ。何してるんですか。じゃあこっち軽いからこっちだけ。違うから、そっち軽いんだから。何してんすか。はい、せーの。3人でせーの。いきますよ。せーの。おお。お腹すいた。今何時？2時ぐらい。え？1万円分ぐらい。みんなお腹が空いてます。これは？温玉。はい、いいっすよ。今からジュースじゃんけんして男気じゃんけんのジュース決めましょう。男気勝った人で。勝った人で。おごりたい人。はい。全然おごりたいっすわ。余裕でおごりたい。じゃあパズ。はい。いや。じゃあ俺パー出すから。それ男気なんすか。パー出す。俺男気なんすよ。確かにそれいい作戦、めっちゃ。じゃあ俺チョキ出すから。じゃあ俺グー出そう。チョキ出したら勝っちゃう。だって男気じゃないですか。あれ？男気ないこと言ったら。いや俺はパーでだって勝つ。だって俺はチョキ出して勝つ。じゃあ俺パー。最初はグー。じゃあパー。どういうことで笑ってんすか。どういうのグーだったら。あ、すごい社長を勝たせようと思ったってこと。一番男気ないやつ、一番男気ないやつじゃないですか。あ、男気ないじゃん。一番ないじゃん。勝たんでいいしかない。大丈夫。じゃけんぽん。はい、こうでしょ。はい、こうでしょ。うわー、払いたかったー。払いたかったー。やったー、嬉しい。払いたかったなー。払いたかったなー。はい、どうぞ。この2人今真ん中終わったみたいな感じでしたよ。これだけよっしゃっつって。うわくっそー。うわくっそ。おかしいよ、お金あんのおかしいやん。使ってないだけで。大丈夫、パイプ1000枚が大丈夫ですっていうのは大丈夫です。お茶、はい、あ、お茶冷たいのない？あ、温かいのない？いいよ、冷たい。俺ブラックコーヒーでお願いします。第5位の発表です。第5位タイムは5分8秒。5分8秒、はい。確かに確かにと、まあミスが2点ほど。第5位渡辺博選手です。はい。お尻から一打。うまい。予測してますね。まあ博者の失格だから。確かに。今休みだから。僕仕事じゃないもん。